こんにちは、ゆうつわです。2月からですね、燃油サーチャージが値上げになります。あまりいいニュースではないんですけれども、お知らせをいたします。日本から例えば福岡韓国の場合は現行片道あたり300円だったものが500円になります。もしくは、福岡から、台湾ですね、これが片道1500円だったものが2500円になるというような形になっております。近場はですね、そんなにその上げ幅も多くはないんですけれども、例えばハワイの場合は現行が片道4000円だったものが、片道6000円になるということだったり、アメリカ系、北米、カナダ等でしたら、片道7000円だったものが1万500円になるというような形で、どの路線もですね、値上げになります。これはシンガポールのですね、燃油、ジェット燃料の市場の、上限にですね、基づくものなので、仕方がないといえば仕方がないんですけれども、2月から燃油サーチャージがあります。それで、1月中にですね、購入していただければ、1月まで、今の値上がり前の、料金、燃油サーチャージで、購入ができますので、ぜひですね、もうお決まりの方は1月中のご購入をお勧めしております。よろしくお願いいたします。